九十部屋は日本相撲協会所属で高砂一門の相撲部屋、1930年10月場所限りで引退して、伊豆部屋の部屋付き親方となっていた年より、八代九十が1931年に伊豆部屋から分家独立して部屋を創設した。しかし体調を崩したために1937年5月場所限りで部屋は閉鎖され、所属力士は 朝日山部屋へ移籍した。その後、年寄り、明籍、九十は九代九十、二十代九十の襲名を経て、1959年、一月場所限りで引退して出羽の海部屋の、部屋付き親方となっていた一代年寄り、千代の山の手に渡り、同年九月に千代の山は年寄り、十一代九十を、襲名した。当時は独立の意思はなく出羽の海部屋を継承する。 ことを望んでおり、1960年11月に、出羽の海部屋の師匠である7代出羽の海が亡くなった、後には部屋付き親方である13代武蔵川が8代、出羽の海を襲名して部屋を継承したものの、将来は11代90が出羽の海部屋を継承すると周囲からは目されていた。しかし、8代出羽の海は、自身の後継者を横綱、佐田の山と決定したため、 1967年、1月場所千秋楽の翌日に11代は大関、北の藤ら13人のうちで死を連れて、分家独立を申し出た。同年1月31日に分家独立とないで死13人の、うち10人の力士の遺跡が承認されたものの、当時の出羽の海一門には、分家独立を許さずという不分律があり、同時に11代は、 出羽の海一門から破門された。これに対して高砂部屋の師匠である四代高佐子が救済へと動き、十一代は高砂一門へ移籍して九十部屋を創設した。その後、所属力士の北野富士が横綱へ昇進した。1977年10月に十一代が成居したため、1974年7月に現役を、 引退して同時に九十部屋から分家独立する形で伊豆津部屋を創設していた十二代、伊豆津が同年十一月に十二代九十を襲名して、旧九十部屋の力士全員を引き取って伊豆津部屋を九十部屋と解消し、実質的に部屋を継承した。十二代は、仙台からの弟子である千代の富士と、自家で子である北東海という二人の横綱を筆頭として、 数多くの関取を育て上げた。1985年9月場所から1987年3月場所にかけては、所属力士が10場所を連続しての幕打ち最高優勝を果たし、1917年1月場所から1921年5月場所における、出羽の海部屋の連続優勝記録に並ぶ記録を、打ち立て、明日ともに全盛期を迎えた。 1992年4月に12代と部屋付き親方である17代人幕が年寄り名跡の交換を行い17代人幕が13代90を襲名して部屋の師匠に就任し12代は18代人幕を襲名して部屋付き親方となった。しかし、後に1993年10月に部屋付き親方である8代八角が 文家独立して八角部屋を創設した際に、十八代人幕など当時部屋付き親方として所属していた、年寄り四人は全員が八角部屋へと移籍した。ちなみに、八角部屋はそれまでの九十部屋の施設を十八代人幕から譲り受けて開設されている。これについて、北の富士は、後年、千代の富士は一人でやれるし、邪魔になるだけ。八角は応援してやらんとと。 遺跡の理由が13代が自由に運営できるようにすることへの配慮と同時に独立する発覚への支援の必要性を感じた事情を説明し、同時に俺はあいつを信頼し、噂なんか何とも思わんと不仲の噂を完全に否定した。退職後も13代とは私的な交友関係を継続していた。13代は東京都墨田区にある自宅を改装して、 部屋の施設を建設し、自身の38歳の誕生日である1993年6月1日に部屋開きを行った。13代は大関、千代大会や共に小結の千代天山、千代おとりなどの関取りを育てた。また、学生相撲出身者も多く迎え入れており、小結、千代大流をはじめ複数の学生出身関取りを育て上げたが、2016年7月31日に、 水蔵岩のため死去した。これに伴い、8月3日に13代の時期弟子ですけの山を襲名し部屋付き親方となっていた、千代大会が14代90を襲名し、部屋を継承した。13代90の頃は3段目に昇進した時点で、部屋の力士の四個名に、千代の字が付けられたが、14代90は3段目が目標じゃないからと、 2017年5月場所から新弟子を含めたすべての力士に事をつけることにした。2018年6月28日には13代谷川が八角部屋から移籍して部屋付き親方となった。2018年11月22日、葛飾区の青木勝の陸長の記者会見で2020年秋頃に 九十部屋が葛飾区奥土一丁目へ移転してくることが発表された。移転までは14台が13台の自宅と敷地を借用する形となる横綱、編集大関、編集関分け、編集小結び、編集前頭、編集、ありがとうございます。